斉帝法は、日本の講談史、政治家、本名、今泉昌司、参議院議員、環境政務次官などを歴任した。福島県出身、旧政法政大学第二中学校卒業。一九百三十八年に五代目、一流斉帝上に入門するが、戦争のため一時中断。一九百四十六年に帝法を名乗る。一九百五十四年。 新内昇進。三代目、江戸谷猫八、三遊亭小金場とともに、NHK のバラエティコメディ番組、お笑い三人組で人気を得る。今泉義尾の名で、司会活動もしていた。1965年、芸術最小奨励賞を受賞。1971年、第9回参議院議員通常選挙に自由民主党、公認候補として、全国区より立候補し、 当選する。当選後は田中派の旗揚げに参加し、三木改造内閣と福田武雄内閣前期で環境政務次官を歴任、国立演芸場設立に尽力、一期を務めた。1996年、君三党局日中受賞受賞。政界引退後は政治評論家として全国を講演活動。また、区会を主催していた。 2016年12月27日、脳梗塞のため、東京都内で死去。90歳だった。3回期を終えたことを機に2019年1月、遺族が死去を明らかにした。96秋の除勲受賞者勲蔵等、読売新聞1996年11月3日、長官、お笑い3人組一流祭定法3死去。16年末から、 読売新聞2019年1月10日、一流最低邦さんが死去、テレビ早々期のバラエティ番組、お笑い3人組で、人気、サンスポ、コム2019年1月10日。ありがとうございます。